速稼塾の久保です。基本的にはですね、自分の内側から出てくるもので勝負していく、生きていく私なんですけども、やっぱりね、そうは言ってもマーケットの意見もやっぱり知りたいわけなんですよ。というのが、人が何を求めているかによって自分の発信するものを変えていかなきゃいけませんから、人が何に困っているのかなってことは非常に大事なんですよね。そういう意味で言うと、人の困ったを解決するのがビジネス提供と、それから感謝ですから、誰かがね、困ってないとビジネスマンって必要ないわけですよね。なんかすごく論理矛盾してますけども、困ったを困らないようにする仕事をしているのに、困った人がいないと成り立たないっていうことなんですよね。いやらしい言い方をすればですね、人の成長に合わせて提供する商品を変えていくと、延々と同じ人からリピートを取っていけるってことになります。まあ実はね、これがリピートビジネスの本質ではあると思うんですよ、ね、完全にその人の悩みを解決してしまえば、その人は幸せになるでしょうけども、自分が成り立たなくなるんですよね。まあですんでね、人っていうのは常に悩みを抱えてますから、悩みの種類は変わるんだけども、でも提供する方がね、その変わった悩みに対して提供するものを変えていければいいわけなんですよ。ということは、情報を扱う商売ってのはまさにそれなんですよね。飲食店っていうのは、お腹が空いた人に美味しかった、満腹だよっていう風なね、そういう風な提供ができると思いますけども、それだけなんですよ、実はね。じゃあ飲食店で他の何かが提供できるかっていうと、基本的にはできないんですよね。もちろん突発的なイベントを組んだりとか、他の講義をやったりとかっていうのはないことはないと思います。飲食店で占いをやってみたりとかね、飲食店で健康な食材のこういろんなイベントをやってみたりとか、あと飲食店で旅行をね、たまにこうファンの方と行くみたいなことありますけども、でもなかなかね、提供できるものが限られてきますよね。そういう意味で言うと、飲食店っていうのは本当に頑張ってらっしゃる割には、今回みたいな感染症があると一気にね、ダメージ食らっちゃうみたいなこともあったりとか、その自由度が聞きにくいんですよね。でもこの情報サイトっていうのは、ある時には飲食を扱ったり、ある時はレジャーを扱ったり、ある時は学びを、勉強をね、資格取得とか、ああいうものを扱ったりとか、いろいろこうジャンルが変えていける、しかも無限に変えていけるんですよね。で、今日やってたものを次の日にはぐるっとくら替えできるのもいいとこだなと思います。で、情報商売っていうのは、実際にリアルでやってる人がいないと成り立たないっていうのもね、これも不分率かなと思いますんで、ずいぶん皮肉なところなんですけども、じゃあまとめてね、今回の動画でお話しするとすれば、相手のカードを知るっていうのがすごく大事だなと。ポーカーをやっていても、相手のカードが分からなければ勝負していいのかどうか分からないですよね。まあ、ですんで、その相手の方がね、どんなことを求めているのかっていうのをやっぱり聞き取っていくっていうのはすごく大事なんですよ。そういう意味で言うと、マーケットの意見を求める、この情報っていうのも情報発信者としてはものすごく大事なところですよね。世の中の情報を知るってことですから。だから吉谷さんがアンケートを取るってのは本当その通りで、アンケートも常に取っていかないといけないですし、その意味で言うとね、いろんな動画を出していって、どの動画だったら反応がいいのか、どの言葉に反応してくれるのか、どのサムネイルだったらクリックしてもらえるのかっていうのも、その動画を量産するからこそアンケートが取れるっていうところもあります。だからたまにしか動画が出さない人って、その動画がたまたま反応よくっても比較するものがないですから、打ちにくいんですよね、新しい動画がね。そういう意味で言うと、活動量が多いっていうのはビジネスをする上では必須だなと思いますし、活動量が少なければなかなか精度のいいね、新作っていうのはできないのかなと思います。というところでね、やっぱ数の原理っていうのはかなり働いてるかなっていうのが私の YouTube を通じての、まあ、印象ですね。これは多分ね、でも否定する方あんまりいないと思うんですよ。どんな時にチャンネル登録が増えるのかとかね、どんな時に再生数が伸びるのかっていうのも、数やんないと分かんないですね。それこそ人っていうのは自分の手の内ってなかなか明かしてくれないんで、自分がこんな困ったことがありましたとか、こんな後悔がありますっていうふうな動画を出した時って結構反応してくれるんですよ。で、うまくいきましたとかね、こんなに上手になりましたとかっていうのは、実はあんまり褒めてくれる人っていうのは少ないんですよね。それこそ相当いいファンに囲まれてないといけないんで、大抵は情報発信者が失ったとか困ったとか壊れたとかっていうのに人は反応するんですよね。まあだから吉田さんがたまにね、なんか落ち込んだ動画とかをね、サムネイルでお見せに出してますけども、まあやってるなと思いますよね。私もたまにはそういうのやってみようかなと思いますけども、今回ね、XRP っていう暗号通貨がだいぶ値段が落ちたんで、
それにねやられましたみたいな動画ちょっと作ってみようかなと思うんですけどね損しましたみたいな、やっぱ私が損するところもね、あのダメージ受けるところも多分見たい人いると思いますんで、で見て意地悪に笑うのか、それとも、あ、久保さんでもそういうふうな失敗があるんだから自分たちも気をつけないなっていうふうに学びに変えていただくのか、様々だと思いますけどもね、まあ、できれば人の失敗から学んで自分の成功に結びつけていただきたいなという、そういう意味でね、私は自分のカードを晒していこうかと思います。そんなことですかね。じゃあ今回は以上です。